パナソニックギュットにギュットクルームに屋根をつけました。このようにもともとのチャイルドシートのカバーもつけたまま取り付け可能です。またこの屋根には特別にスクリーンのない、普段は通常の視界の屋根で雨が降ってきたら下ろしてカバーをフレームにクリップで固定すると、そういうようなスクリーンのない特別仕様の屋根になります。ということで、汚れによるこうスクリーンが、見えにくくなったり、これがないわけですね。